どうも皆さん、ドイヒーです。今日はゲーム実況をしていきたいと思います。イエーイ。今日やるゲームはこちら、にゃんこ大戦争。どんなゲームなのか楽しみだね。では早速プレイしていきましょう。さあ始まりました、にゃんこ大戦争。火事かな、長沢くんちかな。2019年をなんとか、火なんとかが、なんとかに、なんとか丸、なんとかなんとか点、なんとかなんとか、なんとかし、なんとか蹴る、ひ、なんとかに、突如して、なんとかれた、なんとか軍団って、これスキップせずに読む人って、全然いないよね。じゃあスキップして早速ゲーム始めていこう。ここからスタートか。地図からしてここはニューヨークかな。ニューヨークだなんて最高の場所からスタートだね。いざ出陣。大戦争してやるぜ。始まった。なんとかのなんとかをなんとかめ、なんとかとせ。漢字読めないよ。キャラクターについてこのアイコンをタップすればキャラクターがなんだろう、自爆されるぞかな。こえー。ただし、キャラクターの自爆には、なんとかのお金がなんとか、お金が貯まるまでなんとか角だ。よくわからなかったけど、お金最高。始まったぞ。右上のお金がどんどん貯まってく。やったやった、金持ち。また読めない説明が出てきたよ。こんなのスキップスキップ。説明より早くゲームやらせてくれよ。なんか犬みたいなのが出てきたよ。にゃんこ大戦争なのに、わんこ大戦争にしたら、また説明かよ。でも、お金って文字があるぞ。矢印のところを押したら、お金すげえのかな。お金大好き。お金いっぱい貯めて、大好きなカイデちゃんを買っちゃうんだ。へへへへ。左下のを押してみよう。100円から150円まで貯まるようになった。やったー。150円もあったら幸せだよ。うまい棒23本は買えるよ。15本だろ。うるせえ。ゲームに戻ろう。お金大好きだから、どん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 お金を貯めていこう。あっという間に250円まで貯まるようになったぞ。250円もあったら大金持ちだよ。ネジ何個も買えちゃうからね。なんかさっきから犬がずっとくしゃみしてるな。風邪でもひいてるのかな。野良犬だから病院にも行けないのかな。また説明かよ。最近のゲームは説明が多くて困るぜ。あっという間に400円も貯まるようになったよ。400円あったら無駄遣いだってできるよ。寝る寝る寝るね、寝らずに粉のまま食べちゃおうかな。そんなことできるなんて金持ち最高。楽しみだなーって、なんだ、負けたのかな。なんでだ、全く意味がわからないぞ。にゃんこを出して戦わないから負けたんだろ。うるせえ。そんなことはわかってるよ。勝つよりもお金に目がくらんだんだよ。もう一回挑戦だ。次は絶対に勝つからな。また説明が始まったよ。さっき見てるからね。もう飛ばせ飛ばせ。にゃんこを出して風邪のひいてる犬と戦わせればいいのね。よーし、50円貯まったぞ。にゃんこいけ。体がないにゃんこ、気持ち悪いな。こっちの方が敵みてえじゃねえかよ。犬だけじゃなくこっちのにゃんこも風邪ひいてんのか。ずっとくしゃみしてるな。くしゃみで相手を吹っ飛ばしてるぞ。ゲームの中でもインフルエンザ流行ってるのかな。くしゃみ掛け合ってたらそりゃインフルエンザもうつるよね。もうタイトルもにゃんこ大インフルとかにしたらいいんじゃないの。すごい端っこに溜まっているね。陰キャなのかな。あ、そこに敵の塔があったのね。にゃんこ出してるだけで勝ちだよ。簡単だな。次行こ。次もあっさり勝っちゃうからね。にゃんこ出しまくってやるぜ。いけにゃんこ、まずは犬を蹴散らすんだ。画面はスクロールしたら動くのか。相手の塔が、なんだあれ、なんか上に変なやつ乗ってるぞ。しかもヘビまで出てきた。今回は強敵だな。風邪ひいてるにゃんこじゃ勝てないよ。
元気なにゃんこいねえのかよ。あーにゃんこやられちゃった。これは大ピンチ、どうしよう。ただにゃんこ出してるだけじゃ勝てねえぞ。難しすぎるぜにゃんこ大戦争。このまま押されて負けちゃうのかな。なんか右下が光ってる、押してみよう。すげえの出た。一気に相手全滅だよ。たまんねえな。これおかずにご飯3杯は食べれちゃうよ。あの大砲で一気に形勢は大逆転。そのまま気持ち悪いと倒すことができたぞ。やっぱり簡単だぜにゃんこ大戦争。この調子でどんどん勝っていくぞ。にゃんこを出しまくって攻められたら大砲からの大逆転だ。もう攻めてきた、早いな。いけにゃんこ。相手の塔ハゲてる。ハゲてるからもうやられてるんじゃないの。まずは相手に攻めさしといて大砲で一気にやっつけてやる。頑張って耐えしのぐんだ。結構厳しくなってきたけども頑張れにゃんこたち。ああ攻撃されだしちゃったよ、大変だよって。なんか人間みたいなのもやってきた。なんだあれ。新しい敵が出たけども大砲でやっつけてやるよ。いけー、よっしゃって、まだ生きてる。こいつ強え。なんとかやっつけたけどもう一体来てるよ。頑張って大砲なしで倒してくれ。と言ってもにゃんこはくしゃみしてるだけだからな。あの人間みたいなのは完全に叩いてきてるもんな。絶対あっちの方が強いよな。どんどんにゃんこやられていく。後ろからまた人間みたいなの来た。大砲もまだまだ溜まってないし、こりゃ勝ち目がないよ。このままどんどん攻められちゃってあっという間に負けちゃいました。あの人間みたいなの強すぎる。なんだって、キャラクターのレベルをなんとか上げてにゃんこなんとかをパワーアップさせればよかったのか。ちゃんとパワーアップさせないと勝てないぞ。うるせえ、もうその情報知ってるよ。そうと分かれば一気にパワーアップだよ。ガンガンパワーアップさせちゃった。これでリベンジだ。次は勝ってやるからな。だがしかし、パワーアップさせすぎたせいで人間と互角に戦えるどころか普通に勝てるようになっちゃったよ。これじゃあ楽勝で面白みがないよ。あっちが最後ガンガン人間みたいなの出してきたけども絵でもないよ。さすがにこんだけ大量のインフルエンザ菌ぶちまかれたら人間もやってらんないもんね。学級閉鎖で誰も外出歩かなくなるよ。というわけでパワーアップさせすぎちゃってあっという間に勝ちだね。でもまあ相手をボコボコにするっていうのは気持ちがいいね。たまんねえやこりゃ。次も楽勝しちゃおうかな。あれれ、相手の塔がめちゃくちゃ強そう。でもまあパワーアップさせてるし大丈夫か。案の定ガンガンにゃんこたちがくしゃみで勝っていくよ。もうこれはにゃんこを連打してれば勝ちだね。相手の塔を攻撃しだしたぞ。もうあっちの画面見る必要ないね。なんだ、何が起きたんだ。なんで全員吹っ飛んだんだよ。カバみたいなのが出てる。なんじゃこいつ、すげえ攻撃だ。攻撃力がめっちゃ強えよ。どんどんにゃんこがやられていく。カバのくしゃみってそんなすげえのか。あっという間にこっちの陣地に攻められてきた。しかし大砲で一発逆転だ。人間みたいなのと一緒に一気にやっつけてやるぜ。くらえどうだって全然効いてねえ。このカバ最強じゃねえかよ。惨敗だ、悔しすぎる。なんだ、ヒントか。ヒモ猫を使おう。他にも猫はいるのか。タンク猫、こいつをゲットだ。バトル猫、こいつもゲットだ。お目当てのヒモ猫ゲット。これで準備万端。キャラはどんどん解放していかなきゃダメだぞ。うるせえ、揃えた後に言うんじゃないよ。これでいざリベンジだ。
まずはキモネコを出せるようにお金をいっぱい貯めれるようにしよう。お金が貯まるまでは相手の攻撃をしのぐんだ。相手が攻めてきたけどもニャンコ一体で頑張ってもらおう。攻めることよりも金だ金だ金だ、世の中金だ。300円まで貯まるようになったし、そろそろ攻めようか。長いのいけ。こいつ長くて気持ち悪いな。でもお辞儀をしてるよ。礼儀正しいやつだな。敵にお辞儀をするなんて、見た目は気持ち悪いけど真摯なやつだね。人は見かけによらないって言うけど、にゃんこの世界も一緒なんだね。丸いのと長いのが攻めてくれるおかげで、なんとか400円まで貯まるようになったぞ。これで気持ち悪いのが出せるぞ。で、この丸いのと長いのも気持ち悪いけどね。丸いのと長いのをたくさん出して前線は完璧だ。いよいよ気持ち悪いの行くぞ。いけー。足長くて気持ち悪いって言いたいところだけど、なんかモデル体型みたいでかっこいいんじゃねえの。しかも攻撃も思いっきりぶったたいてかっこいいぞ。全然キモくないよ。モデル猫だよ、モデル猫。モデル猫を従えて塔をやっつけちゃえ。ってカバの存在忘れてたよ。こいつが強いんだよな。モデル猫頑張って倒してくれ。だがしかし、全然やっつけれないどころか、前線の丸いのと長いのがどんどんやられていくよ。カバのくしゃみほんと強すぎ。ああ、モデル猫もやられちゃってるよ。大ピンチだ。2体目のモデル猫も駆けつけてきたぞ。この2体で頑張ってくれ。このモデル動きが遅いんだよな。もっと攻撃してほしいのに。デブでももっと動けるけどね。っていうかカバ強すぎじゃない？ラスボス並みの強さだよ。こっちの攻撃蚊に刺されたぐらいじゃないの？まあくしゃみしてるかお辞儀してるかだけだから、それぐらいのダメージかもな。でもようやく倒した。やったー、カバ倒せたよ。よかった。もうカバ倒せたし、塔を壊すところまでは見なくてもいいよね。モデル猫のおかげで勝ったよ。バトル猫使うの忘れてた。最後にレアガチャ引いちゃおうかな。何が出てくるかな。金玉が割れた。中からいいのか悪いのかわからんの出てきた。というわけで今回のゲーム実況はこれにておしまい。次回は何をやるのかお楽しみに。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。